おはようございます、ちあこです。本日10月1日、昨日から本格的にこのアパートに住み始めました。で、昨日も夜な夜な片付けをしておりましたが、終わらず諦めて寝て、朝起きたら諦めた光景が広がっておりました。よし、今日も一日頑張って片付けるぞーと言いたいところなんですが、今日もお仕事でございます。そして今日に限って明日が公演なので、今日朝から晩まで舞台リハーサルでございます。素晴らしい。私の片付ける時間はどこへやら。明日の公演はガラっていう公演で、またちょっとガラについては詳しく後ほどご説明させていただくんですけども、今日これからの舞台リハーサルの様子とか、あとはですね、ちょっと一瞬家に帰れると思うので、一瞬家に帰って片付けてる様子とか、ドッタンバッタンな一日を撮影していきたいと思います。それでは引っ越し初日から片付ける時間がなくてドッタンバッタンな一日、行ってみよう。一つ言っていいですか？劇場から家が近いの、もうサイアンのこうです。もう一瞬ですって何の疲れもなく劇場に着きました。いや素晴らしい。やっぱこのアパートにしてよかったわ。やっぱ朝の余裕が全然違いますね。ではレッスン頑張ってきます。始まります。一番目に白鳥の湖の2幕の抜粋の部分があって、で今日ね、白鳥の湖、小さい妖魔の私初めて踊るんですよ。とりあえず急いで頑張ります。ドブリゲー。舞台はこのような感じになっております。終わりました。で、撮影頼んだんですけども、なんか撮影方法を忘れちゃったみたいで、4は撮影できてなかったので、夜はね誰かに撮影してもらおうと思います。で、めっちゃバタバタしてて説明できてなかったんですけど、ガラ公園っていうのは白鳥の湖とかドンキホーテとか、まあ、全幕でねそれぞれ公園があるんですけど、その全幕の中からちょっと一部分ワンシーンを抜粋してそれぞれ踊るっていうのがガラ公演です。ホイ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 。そしてね、めっちゃノリノリな曲なんですけども、今回のガラ公演はバレエだけじゃなくって、スロックというスロバキアの民族舞踊団っていうのがあるんですけれども、そのスロバキア国立バレエ団とスロックのコラボの柄公演という感じですね。で、バレエからは白鳥の湖の2幕を抜粋したやつと、あとはエスメラルダのダイアナとアクティオンのパドゥドゥと、あとはドン・キホーテのあの男女の前にもね載せてたあのパドゥドゥが抜粋してあって、で、あとはですねスロックの方たちの作品もあってみたいな感じで、で、このガラ公演っていうのはお話があるわけじゃなくって、こうどん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 踊っていく感じなので、なんでいろんな作品が見れて楽しいですね。なんかこんな感じでやってはる、はい、こんな感じですそういえば忘れてました、私もう一つ出るんやったあの今日金曜日なんですけど、明日本番で、今週の月曜日にあなたもう一つ作品踊るよって言われて、はっ、もう今週月曜日ですけど公演土曜日ですけどみたいな感じやったんですけど、あの新しい監督が振り付けた男女で踊る作品があって、それにね急遽出ることになりまして、今週必死に練習してました。あの間に合ってんのか間に合ってないのか分からへんぐらい本当に難しい作品なので、もう大丈夫かな。
で、まあ、できる限りの練習をしたので、まあ、自分を信じるしかないんですけど、じゃあちょっとその衣装に着替えたいと思います。衣装はこんな感じです。ピンク、2時までなんですけど、次6時からまた同じ投資のリハーサルがあるので、もうラスト1回ね、ラストチャンス頑張りたいと思います。帰ってきました。速攻で帰ってこれた、嬉しい。で、住み始めてちょっとここのデメリットをね発見しました。キッチンの収納がない。この辺もね、この辺も全部食べ物なんですけど、本当に収納するスペースがない。お腹空いたけど食べるもんないし。で、冷蔵庫が前よりも小さ。これは気づかなかった。じゃあとりあえずミーティングを終わらせたら、次の6時のリハーサルまで頑張って片付けます。ハロー、ハロー、イゲメンエシチェラス、イゲメンエシチェラス、ドニエス、ドバクラッバレットアスルーク。Yes! Tomorrow is the performance in the premiere. Good luck! Good luck! もう間もなく6時に丸になりますので、次のリハーサル頑張りたいと思います。音楽部門の方が着る衣装たちが多いと思います。では間もなく始まる感じですかね。白鳥の4話はね、朝の方が良かったって言って酷評されましたけれども、まあもう気合を入れて、もうパワーいっぱいで頑張る明日は。で、私は帰って何をするかというと、はい、そうです、お片付けをします。よいしょ、帰宅いたしました。もう今日お風呂入ってこのまま寝たいんですけれども、ちょっと片付けないと明日オンラインレッスンがあるので、ちょっとこのぐちゃぐちゃではさすがにレッスンができないということで、引き続き頑張って片付けます。今日は1時までには寝る。イエーイ、
11時58分ということで日付が変わってしまいますので、とりあえず動画はこの辺で終わりたいと思います。キッチンがまだ終わってないんですけども、あともう急いでジョロロロって片付けて、もう片付けは終わらせて寝たいと思います。はい、本日も長い一日お付き合いいただきありがとうございました。明日のガラの公演の様子もね、ちょこちょこ撮影しますので、皆さん楽しみにしていてください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。眠い。